サー・ウィリアム・ウォレスは、スコットランドの愛国者、騎士、軍事指導者。イングランド王エドワード一世の過酷な、スコットランド支配に対して、スコットランド民衆の国民感情を高めて、抵抗運動を行い、1297年のスターリング・ブリッジの戦いで、イングランド軍に勝利を収めた。この戦功で、スコットランド守護官に任じられるも、1298年の フォルカークの戦いでイングランド軍に敗れたため職を辞した。その後もエドワードの支配への抵抗運動を継続したが1305年にイングランド軍に捕らえられ大逆罪で有罪となり残虐刑で処刑された。しかし彼の刑事によりスコットランドの国民感情は鼓舞され、ついにはエドワードのスコットランド支配を崩壊させるに至った。 ウォレスの前半生についてはほぼ不明だが、レンフルーシャーのエルダズリーの地主マルコム・ウォレスのことの伝承がある。しかし公述するリューベック文書の印字から見られるウォレスの父親の名前はアランである。ウィリアム・ウォレスの伝承の多くは15世紀後半の銀遊詩人ブラインド、ハリーの詩から拾い集められたものであり、その詩はウォレスの死後およそ200年後に書かれたものであるため、 確証はできないものが多い。ウォレスというのはウェルシュがなまったものだが、スコットランド歴史家ナイジェル・トランターは、これはウェールズ人であることを意味せず、北方ゲール系ケルト人でなく、南部キムルーストラスクライド系ケルト人だったことを意味していると主張している。記録に出てくる中では、1296年8月にパウスでウィリアムル・ホエイリーズナル盗賊が現れたとあるが、 これがウィリアムかどうかは確認されていない。ウィリアム・ウォレスの名が歴史上に出てくる確かな年代は1297年5月でラナークのハイシェリフを務めるイングランド人ウィリアム・ヘッセルリグを殺害した事件がそれである。この殺害についてブラインド・ハリーが伝える伝承ではウォレスの愛人マリオン・ブレード・フィュートがヘッセルリグの息子を振って殺されその復讐とされるが 実際にはイングランド式の統治を推し進めていたヘッセルリグのアサイズに反発したスコットランド人の一団がヘッセルリグの殺害を計画、実行し、この一団にウィリアムが関わっていたものとみられる。ウォレスはイングランドの過酷な統治に反発するスコットランド下級貴族、中間層、仮想民の間で急速に支持を広げた。 分散的だったスコットランド人の抵抗運動は、ウォレスの指導下にナショナルなゲリラ的抵抗の形を持って統一されていった。一方、スコットランド大貴族は親、イングランド的だった上、ウォレスを身分の低い者と軽蔑していたので、積極的な協力はしなかった。スターリングブリッジの戦いを描いた回が、スコットランド北部で抵抗運動を行うアンドルモレーの軍と合流し、 1297年9月11日には、スターリングブリッジにおいて、スコットランド総督で、イングランド貴族の第6代、サリー伯爵、ジョン・ドワーレン率いるイングランド軍と戦った。兵力は、イングランド軍の方が優勢であり、また、イングランド軍は、騎兵隊や、ウェールズユミ隊を擁していた。しかしウォレスは、ホースガーの下境地点とその先の湿地帯が一 本堂になっているという地の利を生かして、イングランド軍の騎兵隊の機動力を奪い、勝利を収めることに成功した。イングランド王エドワード一世が、前月8月からフランス出兵でイングランドを不在に、しており、直接指揮を取っていなかったとはいえ、この勝利は、スコットランド人の自信を大いに高めた。スターリングブリッジの戦い後、セルカークにおける会議で、モレーと共に、 スコットランド守護官に任じられた。1296年に、スコットランド王ジョン・ベイリャルが、イングランド王エドワード一世に敗れて、退位の上、イングランドに連行されて以来、スコットランドは王位が不在となっており、スコットランド王権は、エドワード一世が接種していた。ウォレスのスコットランド守護官への就任はそれを認めず、ロンドン等で遊兵されているジョン・ベイリャルを、 真のスコットランド王に見立てて、ジョン王のスコットランド王国を守護するという立場を示すものだったまたこれ以降ウォレスは、サー・ウィリィアム・ウォレスと呼ばれるようになっており、守護官に任じられると同時に、君爵位が与えられたとみられる。誰がウォレスに君爵位を与えたかは判然としない。理論上では騎士であれば、誰でも別の騎士を任命することは可能だったが、イングランドの年代記には、 逆賊が、スコットランドの大伯爵の手で騎士に助されたと記されている。この記述から、ナイジェルとランターは、キャリック伯爵、ロバート・ブルースがオーレスに、君爵位を与えたと主張している。当時の12人のスコットランド伯爵の中で、あるものは未成年、あるものはイングランド側、あるものは闘争から遠く離れて生きていたなどの消去法によって、出された結論である。 ただ新たなる文書による裏付けができない限り、これも確定することはできない。守護官となって実質的にスコットランドの国政を任されたウォレースは、スコットランドのかつての交易、外交関係を取り戻すべくヨーロッパと接触を図ったとみられ、1297年10月にはドイツのリューベックとハンブルクに当てて、リューベックとハンブルク、二つの町の商人は、 今やスコットランド王国のすべての地域に自由に出入りできる。その自由は神の恩子によって戦争によってイングランド人の権限から取り戻されたものであるという内容のラテン語の手紙をモレートの共同署名で送っている。この文書はリューベック文書と呼ばれるが第二次世界大戦末にソ連軍が東側へ持っていたために行方不明となり、 対戦中のリューベック空襲で消失したと考えられていたが、1970年代にソ連の文書館で発見され、1990年に交渉の結果リューベック市に返還された。この文書はインジからウォレスの父親の名前はアランだったと伝えている。ウォレス軍は勢いに乗ってイングランド北部ノーサンバーランドや カンバーランドに侵攻した。しかしモレーは、スターリングブリッジの戦いで負傷していたため、堂々しなかった。1298年3月29日付で、ウォレスとスコットランド議会の名義で、スコットランド軍世襲の騎士アレクサンダールスクリムジャーに、書簡が送られているのが確認できる。ウォレスの破竹の勢いも長くは続かなかった。彼は、貴族階級から軽蔑され続けたし、 またベリオル家の名の下で戦ったため、ブルース家から支持を得られなかった。また、フランスにいたエドワード一世は、ウォレス軍の勝利の報告を受けて、1298年1月に、急遽、フランス王フィリップ四世と講和し、イングランドに舞い戻ってきた。エドワード一世は、破壊的な報復を開始し、ウォレスはゲリラ戦で、これに抵抗したが、徐々に追い詰められていき、 1298年7月22日に、ウォレス軍は、エドワード一世へ率いるイングランド軍とフォルカークでの、野戦を余儀なくされた。ウォレス軍は数に勝るイングランド軍を相手によく奮戦したが、戦闘中、バデノッホ共存加盟率いる、おもとして貴族からなる騎兵隊が一戦も交えずに、ウォレスを見捨てて撤退したため、ウォレスは、騎兵なしで戦うことになり、決戦に持ち込めないまま、 撤退を余儀なくされた。この戦いで多くの兵を失ったため、ウォレスは二百九十八年七月に、東府館において開いたスコットランド議会で、責任を取る形で、スコットランドの守護官の職を辞した。完全にはウォレスを支持していなかった貴族たちに引きずり、降ろされたのか、嫌気がさして辞めたのは不明である。ウォレスの退任後は、ブルースとジョン・コミンが同職に就任した。 この後の1298年から1303年にかけてのオレスの動向はよくわかっていないがフランスやローマを訪問してエドワード一世への抵抗運動の援助を求める交渉に当たったことはいくつかの資料から判明しているローマへはセントアンドリューズ死教ウィリアムド・ランバートンと共に行きローマ教皇ボニファティウス8世はランバートンの訴えを聞いて1299年に イングランド軍のスコットランド侵攻を批判し、スコットランドは、ローマ教皇の権威の支配下にある、スコットランドとイングランド間のいかなる論争も、ローマ教皇自身によってしか修正されることはないと、する宣言を出すとともに、エドワード一世に、ジョン・ベイリルの釈放とその身柄を、ローマ教皇の権威に引き渡すことを命じた。フランス王フィリップ四世からは、金銭的な手当といくつかの称号と辞書を、 与えられたというが、ウォレスの愛国心は強く、1303年には、スコットランドへ帰国した。一方、フォルカークの戦いに勝利した、エドワード一世は、1300年から、スコットランド侵攻を繰り返し、とうとう1303年5月に制圧に成功した。大逆罪により、ウェストミンスターホールの法廷で裁判にかけられる、ウォレスを描いた絵画ウォレスは、 スコットランドに帰国したが、エドワード一世から、必要な追撃を受けた。エドワード一世は、退学者ウォレスを捕らえようと血眼になり、賄賂と脅迫によって、ウォレスの部下たちに、ウォレスに対する裏切りを仕向けた。1305年8月5日、ウォレスは、かつての部下だった、ダンバートン総督、ジョン・ドメンティスの裏切りにあって、イングランドに引き渡された。 その後17日間かけてカーライル城を経てロンドンへ移送された。その道中の様々な町や村で支中引き回しにされた。エドワード一世の勝利を印象付けようという狙いだった。8月22日にロンドンへ到着したウォレスはロンドン島へ送られる予定だったが、ウォレス捕獲を一目見ようと雑多な群衆が集まってきてロンドン島までの道が塞がれたため、 フェンチャーチ通りにある資産事会員の館に預けられ、そこで一晩監禁された。翌日、ウェストミンスター宮殿のウェストミンスターホールへ連行され、そこに召集された法廷の裁判にかけられた。審理中、月刑時の王冠をかぶらされて、殴り物にされた。裁判官のサー・ピーター・マロリーにより、エドワード一世への退逆罪を問われたが、裁判でウォレスは、自分は、 イングランド王に忠誠を誓ったことはなく、彼の親民ではないので大逆罪などを犯していないと主張した。しかし有罪判決が下り、判決後には2頭の馬の尻尾に祝えられ、平民要処刑地のあるスミスフィールドまでの 8km の道を引きずられた。引きずられながら、石やゴミを投げつけられた。処刑場到着後、首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑という残虐刑で、 処刑された。遺体の首は、ロンドン橋に、串刺しとなり、四つに引き裂かれた胴体は、イングランドとスコットランドの四箇所で晒し物とされた。エドワード一世としてはオレスに残虐刑を課すことで、スコットランドの抵抗運動を恐怖で、抑えつけようという意図であったが、それは成功しなかった。逆に、スコットランド国民感情を鼓舞する結果となり、い月も経た,たぬうちに、 エドワード一世のスコットランド支配は崩れ去ることになる。当時スコットランドに国民や国家のような概念がほとんどない中で、スコットランド人を愛国精神で立ち上がらせることに成功した人物である点が特筆される。これについてナイジェル・トランターはウォレスをスコットランド愛国精神の発明者と評価している。一方ジョージ・トレベリアンは、 明確に発露したり自覚したりすることこそなかったものの、当時スコットランド国民にはすでに国民的感情や民主的感情があり、ウォレスは行動に移すことを呼びかけた人物であると評価している。ビュート公爵は、サー・ウィリアム・ウォレスは少なくとも三カ国語を読み書きできた。自国語、ラテン語、フランス語である。さらに、 ゲール語も少し知っていたように伺える。古代の歴史、同時代の歴史、同時代の共通の単純な数学や科学にも造形があった。教会に対して、普及の崇拝の念を面々と抱き、生涯にわたって、紙片を主卓本として愛した。サー・ウィリアム・ウォレスの願いに応じて、暗くなってゆく、目の前で、被災が紙片のページを開けたまま持ち。 それは死を迎えるまで続いたと記している。15世紀の銀融詩人ブラインドハリーは平和の時にはサー・ウィリアム・ウォレスは乙女のごとく入和であった。戦争が近づくと正しい傲慢感だった。スコットランド人に大きな信用を与えてくれた。名高い敵はサー・ウィリアム・ウォレスを満着することはできなかったと記している。スコットランドでは 現在に至るまで英雄として崇拝されている。スコットランドのオリバー・クロムウェルともあだなされている。1995年公開のアメリカ映画、ブレイブハートで主人公として描かれた。映画では、メル・ギブソンが演じている。ウォレスが捕らえられた際に、ダンバートン城に残されたとされる、ウォレスの剣が、スターリングに近いナショナルウォレスモニュメントで展示されている。 投資1.7メートルにも及ぶ巨大な剣である。ありがとうございます。